はい、OK です。始まりました。はい、よし、いやいや、リキさん、すいません、とんでもないですでお待たせしました。皆様、はい、見てくださる方も本当大変お待たせいたしました。申し訳ありませんでした。ちょっとね、ちょっとごたごたしちゃって、うまくね、設定ができなくて、あ、お待ちしておりました。ありがとうございます。はい、俺の飛行機の時間もね、そうそう、飛行機の時間ギリギリだったんで、ちょっとね、すいませんでした。忙しいんでね、飛行機今乗れないか、ちょっと飛んでるっちゃ飛んでるのかな、わかんないけど、はい、ということで、通常より1時間遅れで、始まりました。はい、もがきゅうライブ、JW 公式ツイキャス、本日のゲストリッキー藤選手です。ハロージャパン。はい、ということで、始めれてよかった、まずね。いや、本当すいません、みんな待ってましたとか、はい、ね、いや、ね、まあ待ってくれた分ね、はい、面白い話をします。そうですね、はい、頑張って面白い話をしましょう。はい、うん、はい、最初フリートークの時間ですけど、フリートーク、はい、なんかあります？先に言っとくと、俺この今日 の夜8時から、はいはい、あのニコプロで、あ、うん、はい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 、大喜利選手権をね、はい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 、見てるんでね、もしお時間ある方は、はい、ニコプロ8時から見てください。はい、8時から決勝戦なんでね。お、うん、1回戦南條隼人で、2回戦大和洋を撃破して、お、うん、で決勝進出ですからね。な、何の大喜利？なんかね、お題が出て、それに対してこうボケるっていうね。はいはい、ああ、なるほどなるほど。うん、へえ、ね、決勝戦他に残ってる方は、決勝戦の相手がマドレーヌっていう女子選手。はいはいはい、うん、なるほどなるほど。そうそうそう、じゃあ今日の8時から20時から20時からニコプロでね、はい、お時間ある方は見てください、はい、ぜひぜひ。なんで、ね、はい、もうリキさんはこれ終わり次第もう向かって、ね、ヘリ待たせてるんで、ね、ああ、そうだそうだ、急がないと。もうヘリ1時間待たせちゃってるから。はい、ではということで始めていきますか。もがきゅうライブ、もう恒例です。恒例、はい、はい、うん、もう3大丸々、おう、もう3大、うん、はい、これはですね、このツイキャスではもうこの自粛期間中で、まあ選手がね、あまり見れないと、うん、思いまして、うん、まあ、選手を、まあ、いろんな方をゲストに呼んで出ていただこうと思ってるんですけど、はい、なるべくというか、もう、うん、プロレスの話はゼロにして、なるほどね、はい、もう選手のただただ好きなものとか、うん、そういうのでもう内側に内側に迫っていこうかなという、うん、ツイキャスでございます。わかりました、はい、で最初のお題がですね、はい、まあ、今このこれに書いてあるお題は全部まとめてるんですけど、まあ、こんな感じです、うん、でこれで最初のお題はもうお客さんに決めていただこうかなと思いまして、はい、まあ苦手なのもあるしね。そうですね、なかなか言えないやつもありますからね。これは3台じゃ済まないっていうテーマもあるし、はい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 、まあ難しいところで、はい、はい、じゃあお客さんのコメント、今のコメントからじゃあ4つ目のコメントで、4つ目に来たコメントの3台丸々を、はい、今お菓子が2つ目ですね。なんかこう、3つ目のお笑い芸人、見てるとレスラーばっかじゃないかこれ。暇だろお前らこの野郎。はい、ということで俺も暇なんだよ。はい、4つ目に来たアーティスト、アーティスト、はい、これはまあ得意分野じゃ得意分野。そうですね、もうリッキー逆に自分がついていけるかってところですよ。あ、そのアーティストのところに、これ書くのこれ、はい、1個ずつ書いててください。さあ、まあ基本的な三大アーティスト、ね、まず俺の音楽のルーツというか、おお、はい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 、まあこれですね、1つ目こっちか、こっち、ボンジョビ、ボンジョビ、はい、はいはいはい、もう有名なバンドですね。まあね、皆さん日本の人もね、はい、結構聞きなじみはあると思いますね、はい、だからね、ボンジョビの歌じゃな、ないにしろ何にしろ結局聞いたことはあるっていう人はね、うん、結構いると思うんで、はいはい、それこそ、うん、It's My Life とか有名ですよね。あれはもう今中山きんに君のテーマ曲的な感じでなってますけどね、もともとね、ボンジョビで俺カナダに行って、はい、でそれで足立さんっていうね、ミスターヒトさんっていう師匠の家でずっと暮らしてたんだけど、はい、でその時に同居人というか、あれが今大臣の長谷さんが、はいはいはい、長谷博さん、うん、長谷さんが毎朝、うん、必ずね、ボンジョビをかけるんですよ。へえ、大音量で、おーおーおー、うん、もう目覚まし代わり、目覚まし代わりで、うん、はいはいはい、ボンジョビの、ね、当時は、ね、ユーギブラババードネームってね、シャトゥダハーネームって、あれをね、毎朝ね、目覚まし代わりに、だから俺のルーツというか、あれはもう
ハードロックのルーツはもう長谷さんかもしれないっていう、ね、なるほど、そうですね、長谷さんが毎朝そう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 大音量でかけてた、ボンジョビ、ボンジョビで、あ、そっか、あと2つ、あと2つですね。これね、アーティストはね、ほんと絞りきれないですよ ね、なかなか難しいですよね。でこれ意表をついてというか、ほうほうほう、はい、はい、おお、沢田研二、ジュリー知ってる？はい、ジュリー知ってます、うん、この人はね、はい、すごいやっぱり、ああ、ちょっと最近ではなんかいろいろとなんかあのお客が入ってねとか文句言って、はい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 、ありましたね、いろいろあったけど、はい、この人はねやっぱりね、やっぱすごいね、ちょっと時代が早かったというか、うん、なるほど、あの今見てもやっぱすごいし、うん、この人は、うん、そう、あ、京都ジュリーですよ、ジュリー、ジュリー、ジョリーって書いてますけど、はい、ジョリーじゃない、ジュリー、ジュリー、毎回ちょっと間違えるんでっていうか、いい加減しろ、プロレスラーしか見てねえじゃねえか、はい、このツイキャスはね、もうプロレスラーがコメント欄でふざけながら、うん、なるほどね、ダイナソーがただ語るっていう、ダイナソーがもうガン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 、あ、翔太、翔太元気かそうですね、今までのゲストは比べ物にならないくらいちゃんとトークプレゼンする、うん、本当にそうですね。あと一つ一、はい、つじゃね絞れないんだけど、まあ、はい、あえて言うんであれば、三大アーティストね、アーティストです、うん、あ、カジさんもコメントでリッキーさんって言ってます、はい忙しいんでちょっと待ってろいや、なるほど、ボンジョビと沢田健二、うん、はい、はい、あ、ラスト一つ、ラスト一つ、これちょっと絞れないんですけど、はい、うん、日本刀、お、なるほど、はい、これ僕のバンドです、はいはいはい、日本刀はね、うん、初めはね、もうそれこそかれこれ 7,8 年なのかな、もう始めて、で今も定期的にねライブやってるんだけど、はいはい、これは初めはカバーでずっとやってたんだけど、最近はもう全部オリジナルで、おー、うん、なるほど、そうそうそう、あと俺のね持ち歌というかあれで、はい、メイクアップやマインドっていう歌があるんだけど、はい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 、それはハヤブサが作曲して、おうおうおう、うん、で俺が作詞した歌をね、ああ、うん、なるほど、でそれでハヤブサが作ってくれてあれしたんだけど、うん、音源も何もなくて、はい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 、でイメージ でいや、でうちのギターのやつにね、はい、こういう歌があるんだけどちょっとこれ作ってくんないみたいなあれして、リッキーさん音源ありますかって言われて、ないです、はい、ここにあるっつってで、じゃあ分かりましたっつってライブハウス、その日もライブだったんだけど、はい、ライブハウスのこのちょっと端の方のねトイレの前で、うん、はいはい、でじゃあ僕今から撮りますからちょっとアカペラで歌ってくださいっていう、うん、はいはい、でそれで俺が歌って、はい、でそれをやつはもう本当に見事に曲にしたっていうね、うん、はあ、なるほど、そう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 、だからねもうやっぱりね日本刀ですよ、我がバンド日本刀、はいはい日本刀もその、うん、まあ、今は結構自粛ムードでなかなかやる機会は、うん、ちょっと難しいかもしれないですけど、結構やられてますよね。本当最低でも月1はあったし、で昔ね、俺本当プロレスラーでありながら、はい、なんつうのかな、1ヶ月の試合数よりも、はい、ライブの方が多いってやつ。もう歌手としてがメインになった。歌手としての方が。いや、あったんですね。ライブがね、だって月8本ぐらいあった時に月もあったし、うん。はい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 。なるほど、そうそうそう、うん、日本刀あれですか、うん、そのなんすか、ね、プロレスラーとしてじゃなくて、その日本刀のメンバーとしてどこでやりたいとかっていうのはあります、うん、会場、会場、そうだね、はい、まあ言っちゃえばそれこそ東京ドームとかね、 あれになるけど、はい、まあ本当1回ね、だから今はもう対バンつってほら何番とか売るうちのいつもね時とかなんだけど、ワンマンでやりたいよね、どっかでね、あ、なるほど、うん、はい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 、ワンマン1回ね、ここでプロデュース工業やった時にも、はいはいはい、日本刀で、はい、ちょっとちょこっとしたりあれしたんだけど、結局こう、うん、PA とかいろんな問題があってね、なかなか本来のねあれができなかったんで、なるほどなるほど、ちゃんとしっかりした形でちょっと
ね、あの披露したいなと思いますね。オリジナル曲って何曲ぐらいあるんですか？4曲か5曲ぐらい。はいはいはい、だいたいそれを回して、だいたい1回の、ね、ライブの持ち時間がだいたい25分から30分ぐらい、はいはいはい、だいたい4曲ぐらい、うん、でうちのねギターが MC で喋るのよ、喋、はい、ってね、はいはい、もう本当にもういいどうでもいいことをねずっと喋ってでそれで結局1回ね、はい、あのあんまり喋りすぎて、はい、もう時間なくなっちゃって、はい、で1曲飛ばしたことあった持ち時間は決まってますからね。決まってるからちょっとやばいやばいしてやべやべ時間ねえぞでうちのあのドラムがね後ろでいつもねあれしててね、はい、で MC 長かったらするとねいきなりね、はい、後ろでドカダダンダダンダダンとか始めろ早く時間ねえぞそう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 、ああいいですね、どこかの会長みたいですね。そうどこかのねどこかの会長みたいですね。たくさん喋っちゃう。一回ね、サポートで入ってくれたドラムがやっぱ MC があんまり長いもんだから、はいはい、ギターのシンバルあるじゃない。はいはいはい、シンバルこう外してシンバルを取ってこうやって仰いでたからねなるほどいいっすね。そう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 、ああなるほど、うん、3大アーティストは、うん、ボンジョビと、ボンジョビ、はい、はい、あと沢田研二、はい、そして日本刀、日本刀で、はい、なるほど、うん、いいですね、まあ、まだまだね本当はいっぱいあるんですけどね。いやそうですよね、うん、絶対、うん、10でも多分結構前10でも聞かないもうそれこそ、うん、で言ってしまえばだってもう本当ね、あの普通 の, あのアイドル的な人たち、はい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 、昔で言う要するに田原俊彦も俺は好きだし、あ実は、はい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 、彼もね、まあ歌のうまいどうのこうの関係なく立派なアーティストだと思いますね。アーティストでありもうエンターテイナーですね、はい、じゃあ次の3大どうします？リッキーさんが決めます？あ、決めていいの？はい、決めても大丈夫ですよ。語りやすいやつを決めていいんであれば、ね、どうしよう。3大映画行こうか。映画、映画ってあるよ。ありますあります、うん、用意してますよ。あ、映画ね。三大映画、リッキーさんの、はい、さあこれはね、これも古い映画出されて、うん、俺がついていけるかって思いますねこれもねちょっとね映画結構見るんで、はいはいはい、いやどうすかな、ちょこちょこねほらあのそこの、千葉中央駅のああ、はい、ありますねありますね、はいはいはい、なんだっけ、京成ローズだっけ。京成ローズ、あそこに、ねはい、一人でちょこっと行ったりとかね。あとたまにね、練習帰りでね、道場終わった後、はい、さーっとフラッとね、なんかやってるやーっていう感じでね。いや大丈夫かな、うん、ついていけるかな、これは。いや、これはね、もう誰でも知ってる。おお、うん、なるほど。三大映画。はい、これです。1個目はこちら。バン、はい、ロッキーです、ね、いいですね。ただ、自分ロッキー1しか見たことないんですよ。あ、そう、はい、あれちょっとね、今 DVD でも何でもあるから、はいはいはい、全部見な。あ、全部ロッキーとしては5作ぐらいあるんですか、うん、ファイナル含めて。ファイナル含めてロッキー5まであって、それで最後がファイナルだったかな。いや、トータルで6個あって、そこから の, あの派生でなんかクリードとか、うん、はい、いろいろ出てる、ね、そう、あ、そうそう、クリードもね、よかったね、はい、あ、ロッキーシリーズ、そうそうそう、ロッキーシリーズ、うん、これはね、もう本当にだからもう単純、もう最後スタローン勝つだろうって分かってんだけどそれでもね、もうなんかもうすごい人間ドラマというかね、はい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 、うん、もうそれこそワンで要するにもうね、しがないも名もないボクサーがもうね、アメリカンドリームをつかみにこう、はい、勝ち上がっていくみたいなね、はい、あれで、うん、で2でアポロを倒して、はい、で3でもうね、ちょっとね勝って、でいろんな、ね、人がこうチヤホヤして、でもビッグヘッドになるわけですよ、ロッキーが、はい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 、だけどそれをちょっともう一回正してみたいな感じで、うんうん、ああなるほど。そうで、ロッキー4で要するにその国問題的な感じでね、ロシア対アメリカ、アメリカみたいな感じで、それでドラゴンが出てきたりとか、はいはいはい、で一応それもう終わりので、うん、最後はもうです、結局5はどうだったかな、よくあんま覚えてないけど5はね、結局ね、あのあれだ、その有能なボクサーが、はい、なんだ、スタローンにこう教えてくれと、ボクシングを、うん、はいはいはい、でそいつもだからすごい伸びてきて、スタローンのね、うん、あれね、こう伸びてきたんだけど、結局途中からまた良くない取り巻きが入ってきて、
でそれでもう金とかいろんなものをね渡してあれして、はいはいはい、でお前はチャンピオンになれるみたいな感じで、うん、でそいつがまたまた今度はビッグヘッドになっちゃって、はい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 、でスタローンを捨てちゃう感じなんだよね。ああ、うん、なるほど。そうだけどあので結局でももう見てるお客さんっていうのはもうみんな分かってるから、はいはいはい、結局もうそいつに対してもブーイングだよね。お前はロッキーのロボットだどうのこうのって言ってて、でそいつはそれ気に食わないして、うん、でそいつが頭きてロッキーがこうねこうバスのところでこう酒飲んでるところにね、はい、こう襲撃してね、でお前とロッキーみんなが俺はロッキーのロボットだってそんじゃないことをここで証明してやるみたいな感じでね、おで今勝負しろみたいな感じ で最後はストリートファイト、はいはいおお、うん、はいはいはい、街中でもう2人がもうストリートファイトでやり合って、はいはいはい、うん、で結局ロッキー勝ったのかな確か。これ真っ赤な覚えてないから、もうストーリーみんな行っちゃうっていうコメントがありますだから結局いい、うん、あの大事なのは要するにねそういったねあの人間愛というかね、はいはいはい、うん、そうですね、そのなんか人間模様がすごいリアルな感じですね、うん、等身大というか、そう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 、もうだからロッキーシリーズはもう毎回泣いてますしね、俺ね。はい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 。ロッキーまた主題歌もいいですね。そう、あれはね、もうすごいの、主題歌。やっぱし、スポだよね、主題歌。はい。もう誰でも知ってるみたいな。そうですね、本当に。で、すごい話があって、ロッキーがあの映画作るときに、はい、あのスタローンがね、はい、で、あの主題歌どうするって、もう名前忘れちゃったけど、すごい有名な、うん、あのミュージシャン、バンドがいて、はいはいはい、で、それと、あとサバイバーっていう、ね、はい、バンド。でこれどっちにするみたいな感じの時に、うん、スタローンはあのサバイバーを選んだらしいんだよね。お、うん、こっちの方があの映画のイメージに合ってるっていう感じ。へえ、うん、もうそれもドンピシャですもんね。そうそうそう、本当に、うん、アイオブザタイガー。そう、アイオブザタイガーだけどね、はいはいはい、だってそれをだってテーマ曲にしてる人もね。そうですね、ロッキーそのものの曲、それこそ桃田さんもあのロッキーじゃなかったかな。そうそう、うん、ロッキー川村さんもそうですね、うん、そうそう、あとねロッキー4でやってたあの No Easy Way Out っていう曲があって、ほうほうほう、あのその曲は俺聞いた話なんだけど、はい、やっぱすごいいい曲 でそこであのみんな買われる、いや買われないどうのこうのみたいな、でスタローンが、はいはい、でも一人でこうドライブするシーンがあって、はい、そこでこうガチャってそこから、まあ、曲が始まって、はい、でバーってこうやってなんかそこですごいいい車乗ってね、はい、うん、でそのシーンを見ただけで、はい、長野さんはその車を買ったらしいから、すげえな車買えるのもすげえな。そうそうそう、いやでもやっぱそんだけもう印象に残って、うん、そう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 、あ、この車いいな、乗りてえなってなったらね、うん、へえ、そんな感じです。なるほど、まあ、まだ6機しか言ってないんですよ、はい、そうあと2つあと2つですこれはね、今ダイナソーがただただダイナソーばっかりじゃないかこれ。ダイナソーがただただそのバンドですかね、うん、をいっぱい語るだけっていう、あ、ロジー、ピンク・フロイド、トーキンヘッド、バンヘーレ、ボイズ・ブーメン、キン、キン・クリムゾン、メガデスもいますね。あ、はい、じゃあ、2つ目、ババン、メジャーリーグ。これは微妙なんだよな、見たことはある気はするんですよ。チャーリーシーンね。はい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 、まあ、これもね本当にロッキーとストーリー全く一緒です言っちゃえば言っちゃえばあのどうしようもない球団がね、はいはいはい、あのいろんなこう人が集まって、はい、で球団がねでみんなこう頑張ってでこうサクセスストーリーを築いて、うん、でこうね優勝するっていうね、はいはいはい、うん、であのやっぱりメジャーリーグでやっぱ代表的なあれもやっぱサントラというか、うんうん、あれがワイルドシング、はい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 、ワイルドシングがやっぱりねあの有名な曲 で、うん、で今だってほら普通のスポーツニュースでもなんかメジャーリーグっていうと必ずなんかワイルドシング流れるんですね、はい、流れますね、うん、で何がすごいって、はい、実はここだけの話っていうか大仁田さんが、はい、メジャーリーグを見て、うん、あのワイルドシングかかってるのを見て、はい、でそれで自分のテーマ曲にしたっていう。あ、もうメジャーリーグを見て、そう、あ、いいなと思って、そう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 、で大仁田さんは自分のテーマ曲としてワイルドシングにしたっていう。へえ、うん、そうなんですね。もうじゃあメジャーリーグがきっかけで。そう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 。へえ、うん、翔太さんもコメントで私の人生を変えた映画っていうふうに。あ、メジャーリーグ。メジャーリーグ。あー、はあ。そう、もう一回見てみようかな。まだ、いや、これはね曖昧なんですよ、記憶が。ワン、ツーで、それこそそれもそうよ、
あの、はいはい、全く一緒。あの結局あのメジャーリーグでバーってでそれでねどうしようもないやつらが、はい、あの結局サクセスストーリーでもう優勝するってやったーって。で、はい、そしたらあのメジャーリーグ2では、はい、やっぱみんなこうビッグヘッドになっちゃうまた。はいはいはい、でもねーみたいな感じで。はいはいはい、うん、だけど結局また昔に戻ってみたいな感じで。はいはいはい、うん、でそれでまた優勝するっていうね。なるほど。うん、へえ。そうそうそう。うん、なるほど。じゃあ1個目がロッキーで2つ目がメジャーリーグ、うん、3つ目です。これね、もうまだまだいっぱいあるんだけど、はい、コメント欄のね、うん、ダイナソーがうるさいから、うん、ちょっと NG に追加してみようかな。なんかできるの、はい、NG に追加したら多分コメント流れなくなるんですよ、うん、ダイナソーのやつ一回一瞬、あともなんか戻し方わかんないから、あ、まあ、いいよ、一生 NG にするのちょっと。いや逆にこれだけダイナソーどれだけあのバンドの名前出てくるかっていう。尽きたなもうこいつは思いながら、うん、あとね、まあ、ちょっとごめん2個言っていい、あと。ああ、いいですよいいですよいいですよ。ね、まあこれだけでもあれしないんだけど、はいはいはい、うん、映画はなんだかんだでいいっすよね。そう、面白い、うん、でも見てる時間は本当に映画だけを楽しむ時間、いやもうすごいいいですよね、うん、映画はね俺ね実は一人で見に来た映画で、はいはいはい、うん、っていうのはあのなんかせっかちなやつとかと一緒に行くと、はいはい、結局終わった瞬間にもう帰ろうとするんじゃない。ああ、それ分かります分かります。そう、最後まで見たいですよね。俺は最後のエンドロールがあって、そう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 、でこうやって場内がこう明るくなるまで見たい、ね、はいはいはい、ああそれはすごい分かります、うん、もう気の早いやつってのはもうすぐね、まあ、終わった瞬間にああ終わった終わったみたいな感じで、はいはいはい、行こうとするからね。いや、うん、そうじゃないんですよね。そう違う、そう、うん、エンドロール見ながらちょっとこのね、そうそうそう、噛み締めて、で明るくなった瞬間に、あ、その映画をもう一度思い出してみたいな感じで、はい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 、うん、ああ分かるな。そうそう、うん、はい、はい、じゃあこれちょっと選べなかったので、はい、ちょっと2つ、はい、すいません、はい、ババン、はい、スクールオブロックと君の名は、はいはいはい、あ、スクールオブロックは見たな。あ、見た、はい、見ました見ました。これいいよね。はい、これは楽しい。これも結局同じなんだよね。俺は結局そういう単純な映画好きなんで。確かにそうですね、確かに、はいはい、もうダメダメな連中がなんとか、なんだよ、ブラックなんとかっていうなんか先生が来て、うん、でそれで音楽の楽しさを教えて、はい、でそれでこうバンドをやるっていうね、うん、あれは良かったですね。笹村が両方見たって言ってますね。あ、そう、やっぱスクールオブロックは、うん、多分自分らはもしかしたら授業とかで見てるかもしれない。ああ、もう本当いい教材、音楽の授業とかで確か高校の時自分見た教材。そうそうそう、あれもねすごいんだよね。こうやってバンド演奏してバーって、そうだ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 、はいはい、そこでベースみたいな感じで、ね、はいはいはい、ありますね。そう、ああいうもいいシーンだね。はい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 、そう、スクールオブロック、いい映画ですね。あれは本当にいい教材の映画だと思います。あともう一つの、はい、君の名はっていう、ちょっと前までやった、はい、そうですね、本当数1年そうそうそう、2年ぐらい前なのかな、うん、あれはね実は娘に連れられてというか、はいはい、これが見たいって言うんで、はい、行ってじゃあしょうがないっつうんで、まあ、連れてって、はい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 、で見に行って、でいきなりこうなんか始まった、何も予備知識ないまま行って、はいはい、で行ってこうして始まったらいきなりなんかこうアニメのあれが出てきて、はい、で俺思わず「んだアニメじゃねえかよ」はい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 、思わず言っちゃってね、はい、でまあいいや寝ようと思って、はい、娘見てりゃいいやと思ってこうやって寝ようと思ったんだけど、はい、始まった瞬間に、はい、どん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 俺が前のめりで、挙句の果てには最後ちょこっとこう泣いたりなんかして楽しんでますね。君の名をめちゃくちゃ楽しんでる。あれがね、なんかね、内容というか要するに、ね、なんかあんまりちょっと内容を思い出せないっていうかあれなんだけど、はいはいはい、よかったというか、なんか結局こうなんか軸を超えてじゃないけど、なんかあれしてみたいですね。自分見たことないんでちょっとわかんないですけど、でそれであれはね良かったですね、はいはい、君の名は。でこれね面白い話があって、はい、どうだったかな、どっかの会場で、はい、控え室で、はい、でなんかやっぱそういう君の名はが流行ってるみたいな、で吉野、うちの吉野、はい、孝太郎、うん、孝太郎がなんか誰かと話してて、はい、でやっぱ見た見ないどの子の人、はいはいはい、君の名どの子をして、うん、で吉野がで俺こうやって着替えてた話したら、うん、後ろから聞こえててね、はい、うん、それで吉野が「ああ、あれはいいか、どうとか」って、で吉野が最後一言が、はい、クソつまんなかったですよね。
ちょっと、要するにちょっと来い。胸ぐらつかんで、胸ぐらつかんで、お前な、俺はあれは娘と一緒に見に行って、俺は軽く涙もしたんだよ。吉野説教した記憶があります。いいから、じゃあお前帰ったらもう一回見ろと。いや確かに吉野さん、ああいうなんかなん、まあ、根底は多分ラブストーリーですよね、うん、きっと。そうだね、本当に LINE にあるのはラブストーリーだって、うん、多分吉野さんはそういうの好きじゃないんですよね、あんまり。本当アクション映画とか多分そういうのが好きな感じなんで。だそれでもさ、言うに言葉ではクソつまなかったですよ。パチーンって言ってね、もう着替えてるもう最中もうリングシューズ片方だけでもそのままつかつかつかって、よその胸ぐらつかんで、ちょっと待て。お前もう一回あの映画見に行けっす。何だったら俺が金出すから、もう一回行けっす。船内払うから。そう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 、見に行ってこい。いやいいっすね、君の名は。君の名は良かったですね、はいはいはい、うん、ということで、3大映画は、ロッキー、うん、メジャーリーグ、そして、君の名はかスクールオブロック。そうですね、はいはいはい、あダイナソーがコマンドを、すみません、コマンドも良かったね。コマンドは自分もうあまりにも見たくなって、うん、昨日の朝す、うん、あ、なんか言ってたよね、そういえばね、ツイートしたんですけど、もう買っちゃったんですよね。あもうあ、買っちゃった、はい、うん、700円だし、いいやと思って買っちゃえと思って買って、うん、あもう面白い。コマンドすれば昨日だっけ、なんか話したよね、そういえばね、はい、でなんかちらっと聞こえたんだけど、はい、あのアーノルドが、はい、シュワルツネーガーが、はい、自分の娘がどっかで、そうそうそう、隠れされてるのに、さらないで、もうもうどこからともなくボンボン爆発してどこに娘がいるか分かんない、あれ娘どこにいるか分かんないのに大丈夫かな、シュワちゃんと思って。そういうやっぱりめちゃくちゃなところがね、はい、うん、京都はね、マイホームコマンドっていう作品を、マイホームコマンドはちょっと見てないな。ハルク・ホーガンが主演らしいですよね、はい、DVD を京都が持ってるみたいで、あもう自分全く知らなくて、ハルク・ホーガン出てっていう時点でもうなんか B 級って感じはしないでもないけど、ね、そんなことないです。ハルク・ホーガンの娘は確かに B 級映画にめちゃめちゃ出てますけど、ただ俺もね、やっぱほんと単純明快なストーリーがやっぱ好きで、はい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 、うん、まあ、そんだからやっぱりさっき挙げたね、ロッキーだの、うんうんうん、ね、メジャーリーグだの、やっぱそういう形になっちゃいますね、うん、はいはいはい、いいですね。リリーケンキッド、こんにちは、こんにちは、はい。リリーさんもね、今ツイキャスの方で、何ですか、あのツイキャスで試合を配信っていうのはい、やられてます ね、 ね、今この時代ね、もういろんな人がね、まあ、いろんな手でこう、そうですね、いろいろやっていって、うん、もうそれこそ興行がね、5月6日まではもうできないっていう状態が続きますんで、ね、うん、ね、実際こう何かしないと忘れられちゃう時代だからね。そうなんですよ、うん、なんでね、少しでも何かできればなと思って、自分はもう毎日やるってすごいよね。いやもう何とかやろうと思って、うん、いやそれはね、ちょっとあのプロレスの話になっちゃうけど、はい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 、プロレスにものすごい大事なことだと思うよ。だって毎回この俺みたいなやつとか、はい、結構ほら、あのいろんなこうタイプの人間が来るわけじゃない。ああ、まあまあそうですね。でこう喋るやつもいれば、こう、はい、中にはこうあんまりこうね喋れないやつとかいて、そういうやつに対してはこうやっぱり喋りを引き出せなきゃいけないっていうね、はいはいはい、プロレスと全く一緒ですよ、それは、うん、確かに、うん、もう毎日やって、うん、もう司会のスキルを磨いていきます。そうそうそう、なんとか、いや本当そう、それ絶対プロレスに、ね、通ずるんで、ね、はい、うん、ということで、じゃあ次の3大丸々は、お、じゃあお客さんに、お客さん、はい、この中にないやつでもいいですからね、うん、この中にないやつでも OK です。3大丸々、じゃあ今のコメントから7つ目、結構先延ばししていきます。7つ目のコメントでいきます。3大丸々、この中にないやつ、はい、ナンカレーが1個目、ヤバかったエピソード2個目、うん、これが吉田のが3個目、あ、ありがとう、見てんの、はい、モガは良き司会者って言ってくれる、ありがとう、4つ目でお酒、うん、さあ、7つ目ですよ、はい、3台バタチ5、6、さあ次、酒エピソードって言ってるな、酒エピソード、はい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 、もうだから、うん、まあ、飲み会でこんなことがあったとか、うん、もうね、はしゃいじゃった、もうはしゃぎすぎちゃった、飲み会でやらかしちゃったこととかですかね。うん、まあこれは書かずにこう喋って、あ、一応軽く書いて、はい、うん。
三大酒でのエピソードですね、うん、まあとりあえずまずはリッキーさんもね現役生活何年ですか、うん、今年で32年目今年で32年目ですよ、うん、それはもう、ね、もう今聞いたらだってもうほぼほぼだってもう今みんな平成生まれじゃん。そうですね、キュウもだって平成でしょ。平成です。平成4年ですね自分は。でしょ、はい、平成なんか普通にバリバリ俺毎日も教えして有志先生やったりとかそうですね、こんな感じだよ、うん、エピソードもうね若い頃に、うん、それこそ若い頃は すごい楽しい飲み方をした時代だと思うんですけど、うんうん、いやいいっすね。この業界に入って32年だったらもう飲み会の数で言ったらもう数えきれないと思いますからね。はい、はい、では、はい、3大酒エピソード1個目、はい、はい、酒はなくても大丈夫。あれあれあのね、うん、酒をねあのほら好きな人っていうのはやっぱりほら、はいはい、なんかこう毎晩とかね毎日とか飲んだりとかするけど、うん、俺はね家ではね、ま、ほぼほぼなるほど全く飲みません。はい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 、うん、で外でやっぱりお付き合いとか、はいはいはい、あとなんかいろいろ、まあ、昔で言えばね巡業中とかに行ったりとか、はいはいはい、みんな付き合いとか、あとその地元のプロモーターの方たちとかの会食とかっていう時ではね飲みますけどね、はいはい、うん、もう自分から一人で飲むっていうことはもうないですね、うん、はいはいはい、たまにこう夏のクソ暑い時にね、あ、ちょっとビール飲みたいなっていう時は、はいはい、飲んだりしますけど、まずね酒は別に俺はなくても全然大丈夫です。へー、ただ、はい、あの飲めば、はい、あのいくらでも飲めます、はい、そうですよね、うん、リッキーさんはすごいと思います、うん、いやでも酒飲まなくて、うん、酒飲んでる人のテンションについていくのって結構大変じゃないですか。ああ、まあそういう席だったら俺もね飲むあれだけど、ただねそうね、ほら車で行ったりとかして、はい、酒飲まないでもうみんながやっぱり、はいはいはい、でも結構ねテンション的には大丈夫なんだね。ああ、うん、すごい。まあもうその周りが酔っ払ってるのもその雰囲気になって、これもねやっぱりプロレスに通ずるものがあって、はい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 、周りにこう合わせるみたいな感じで空気を読んで、空気を読んで周りの雰囲気を読んで、うん、そう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 。はあ、ミキさん逆に、うん、今までで一番どれぐらい飲んだことありますか。どうだろうね、まあ、その量的には分かんないけど、難しいですよね、うん、あのほぼほぼね前はあの FMW の頃とかは、はい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 、あのはやぶさと、はい、うん、いつもあの試合終わった後にあの行きつけのところがあって、はい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 、うん、でそこで飲んでもう朝まで昼までみたいな感じで、飲んでる時あって、うん、でその時に行ってやっぱはやぶさと二人で飲み続け歌い続けみたいな感じでずっとやってたわけ、うん、でも明け方ぐらいかな、明け方5時6時ぐらい、はい、にあの店の、ね、人が「リッキーさんごめん」って「どうした？」っつって、はい「もう焼酎なくなった」っつって2人で、俺とはやぶさと2人で、はい、焼酎をね、あの店の焼酎を飲み干したことがありますね。へ、うん、すごいな。でもそれでもまだまだいける状態ですね。まだいける状態で、うん、いやすごいな。それこそ北海道行ったらもう本当にもう飲むのが当たり前みたいな感じだったから、それこそいつも試合終わった後、はい、もうだから10時、まあ、10で飯食ってあれしてで11時ぐらいから飲み始めて、うん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 、早見さんと2人でね、はい、でこう飲み続け歌い続け、はい、みたいな感じ で、はい、でそれで気がつきゃもう朝回って、はい、で昼回って、はい、昼の2時ぐらいまで早見さんと2人で飲んでることがあって、で、まあ、次の日も試合なんで、はいはい、そうですね、うん、次の日試合だって、さすがに俺もねこう酔っ払ってある程度気持ちよく歌ってたんだけど、さすがにはやぶさが我に返って、はい、あね、リッキーさんもうそろそろ行かないとちょっと待って、俺あと3曲歌入ってるからちょっともう入れちゃったから入れちゃった、これ歌い終わったら帰るからで結局まあ2時ぐらいまで飲んで、はい、うん、でそれでまあホテル帰って、うんうん、でとりあえずシャワー浴びて、はい、うん、でそのままバスに乗って、はいはいはい、うん、で会場行って、その時にアルコール抜けてます、うん、その段階では抜けてない、まだまだ全然ですよね。まず会場行って、はい、でもう走ったりなんかとにかく汗出して、はい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 、はい、でそれである程度、うん、汗をね出して、うん、
でそれでまあなんとか賞金になって練習始めました。いやーそう、昭和のそのエピソード、うん、レスラーの飲みのエピソードだとやっぱそういう話はありますよね、うん、朝までとか昼まで飲んで、そうそうそう、そっから汗バーかいて、うん、そうそうそう、で試合してみたいな感じで、でね、はいはいはい、その時ねシングルマッチだったらいいんだけど、はい、あのタクマッチは結構辛いのよ。おお、そうなんですか、うん、タックだとまあでもちょっと控えて休んでる時間もありそう、控えるじゃん、はい、控えてこうして待ってて、はい、でこう状況を見てるわけよ、リングの状況ね、はい、でほら当時はほらライトとかもいっぱい当たって、はい、でこれなんかだんだん眠くなってくるねこれタッチロープ持ちながらこうやってやべ変わってどれ変わってって何もしない時間ですからね、そうそうそう、見てるだけでちょっとずれ、うん、そうそれならまだ体を動かしてた方が全然大丈夫だって、なるほど、ダメダメ変わってで俺のパートナーがその時確かねすげえなんかもう構成だったのチャンスだったのよ、はい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 、チャンスでもう攻めてんだけど、はい、いいからかわいいからかまれなんでみたいな俺今いい風なのに俺今攻めてんのにかわれとにかくかわれって睡魔に、そうそうそう、睡魔に負けた、睡魔に勝つためにってのはありましたね。で結局試合終わるとやっぱりもうスパーッともうお酒抜けて、はいはい、まあ気分爽快ですよね、はい、でそこからまたじゃあ行くかいやすごいな、うん、その生活は、うん、だって巡業ってもう試合ほぼ毎日のようにあるじゃないですか、毎日、うん、それこそ今ではあんまりないかもしれないですけど、そう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 、昔はそこで FMW さんなんか、うん、もう年間めちゃめちゃ試合数あったし、で俺が今でも覚えてるけど俺が経験した最高に長いツアーってのが、うん、その1シリーズが全部で24試合あった、うんうん、シリーズ でとりあえずあの開幕から、はい、17連戦ってのが休みなしでずっと17試合して、はい、であと飛び飛びで休みやりての、はいはいはい、でトータルで24試合っていうツアーがあって、うん、じゃあもう帰ってくるのはもう1ヶ月後、いやもう本当そうですよね、そうそうそう、うん、はい、うん、すごいな、そう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 、その中で、うん、もうそれだけで大変なのになおかつもう毎晩のように毎晩のようにね飲んでて、うん、いやすごいな、大変ですよ、うん、だから飲めばねいくらでも飲めますね、いや、うん、本当にすごいと思う、うん、はい、あとなんだっけ、まだ何か1個しかやってなかったよ、ね、まだ1個しかやってないですよもう今のが何なら2つ目に入ってもいいんです、はやぶささんと2時ぐらいまで飲んでる、2時ぐらいまで飲んでたっていうね、はやぶささんもお酒は結構強いんですか、あいつはね逆に酒好きだから、あ、なるほどなるほど、うん、あいつ熊本の人間だから、はい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 、で酒にうるさいのよ、うん、おお、あいつは本当にそういったあの一気飲みとかそういったことをものすごいやっぱ嫌ったりとかして、はいはい、もうちゃんとお酒を楽しむ、そういう酒の飲み方は酒に失礼だろうと、はいはいはい、がやっぱりはやぶさの持論でね、うん、なるほどなるほどなるほどあ、じゃあで次のまあ似たような話なんだけど、はい、次のあのあれですね、はい、これもあれです、書いた方がいい、いやもう口頭でいきましょう、口頭でいきましょう、はい、もう多分も、うん、結構文章になって長くなっちゃう、うん、口頭でいきましょう、結局、まあ、その流れというかあれなんじゃないけど、やっぱりこう巡業中にね、はい、うん、でオフがあったわけ、はい、うん、オフがあって、はい、さあじゃあちょっとパチンコ行こうかなと、はいはいはい、うん、近くにあったんでね、はい、でパチンコ行ってああ、はい、で一人で行ったわけ、はい、でこうしてやっててでやったらね、その時ね、うん、トータルでなんかって結構出て、はい、で5万ちょっとぐらい買って、はいはい、いいですね、よしよししめしめって、はいはいはい、関係して、はい、で5万ぐらい買ってて部屋でこっそり行って、はい、じゃあ今日ちょっと何食べようかなみたいな、はい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 、一人でね部屋でこうやってこうおとなしくしてたの、はい、でそしたら、ね、部屋の電話が鳴ってね、はい、チリチリです、はい、なんだ、はい、なんか嫌な予感して、はいはいはい、受話器取って、はい、あ、じゃあはいちょっと紹介ね、はい、はやぶさがごっちゃんでーすバレてたバレてたどこで聞きつけたお前は下で待ってますすごいな、そうでそれでどこで聞いたんだろう、ね、そうああいうね、あ
あいつもやってたんじゃないかと思うんだけど、なるほど、うん、で下に降りたらはやぶさとあと中川浩二が2人で待ってて、はいはい、どこ行きますそこになんか近くになんか居酒屋あったからそこでいいだろうみたいな、はいはいはい、で行ったその居酒屋がまたちょっとあの失敗したというか、お、うん、はいはい、で結局そこなんかいろんな酒が置いてあるのよ、おうおうおう、何々地区の何々みたいな、はいはいはい、うん、でそれでまあいろんな場であこれうまいなこれうまいなって、うん、でも中川浩二も飲むし、はい、早部さんも飲むし、はい、で俺もやっぱりねそんな感じで飲んでて、はい、うん、でずっと飲み続け飲み続けて、うん、でもういろんなもの飲んで、はい、うん、でそれでじゃあ分かりました、あじゃあもう帰ろうかそろそろね、うん、って、でじゃあはいお会計いいかなって、で俺が払うからみたいな感じで、はい、買ってきてみたいな、買ったし、うん、でこうやってお会計入ってきてパッと、はい、6万ちょっと俺5万ちょっとしか買ってない足出た足出た、ね、足出た飲んだな飲んだね、もう本当にねあいつらとはね酒行くもんじゃないだって3人で6万ちょっとってまあ飲んでますね、まあ飲んでるね本当に、うん、なかなかまたなんかいろんな種類があるのよお酒がまた何々地区の何々みたいな感じでね、はいはいはい、うん、でそれこそ焼酎やら日本酒やら、はいはいはい、いろんなものがあってね、うん、でも本当にもう本当テーブルにもうバーッと、はい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 、並ぶぐらいで、うん、もうあいつらもいい気なもんで、ああこれうまいですね、もう、うん、あこれもいいですね、もう自分で払わない、もらっちゃうから好きなもん頼んで、好きなもん頼んで、いやすげえな、でも一人、うん、もう単純計算で一人2万そうだね、近く飲んでるってことですもんね、まあ食い物も頼んでるとは思いますけど、うん、すげえなそれ、めちゃくちゃ飲んでんな、飲んだねそれはね。酒にまつわる感じはまあそんな感じだね、もうそれがやっぱりまず出てくるね、はいはいはい、はい、うん、いやーすごいなーやっぱ、うん、めちゃくちゃ飲めるな、うん、あとはねだからいろいろそれこそ、はい、あの巡業中に、はい、パトロールという名前で称して飲み行ったことある一応町のね、市とか町の安全をね、さあみんなでパトロール行くぞってで行く先は居酒屋とかね、そういうところでね、うん、居酒屋とかがね、うん、喧嘩起きやすいですからね、そういうのを見回るっていう名目で、でその時はね、はい、あの前うちに行ったあの高道郎さんが、はいはいはい、うん、もう一緒にあの FMW の巡業ついてて、はいはいはい、うん、あの人はねあんまり当時はあんまり酒強くなかったんだけど、まあ、はいはい、でも結構ねカルピスハイとかよく飲んでて、あなるほど、うん、甘いお酒をね、そうそうそう、はいはい、でまあ飲んでたんだけどね、でもその時もねなんか知んないけどね、まあめちゃくちゃだったね、あと金村金太郎もいたし、もうみんなでもだからちょっとしたなんか座敷みたいなところがあって、はいはいはい、なんかちょっと空いてて、うん、そしたらで当時のね今あの気仙沼次郎、はい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 、もうなんかその土地そこに近かったのかな、はいはい、でなんか一緒に来ててでなんか飲んでて、はい、なんか何気にこうやって飲みながらねこうやってねまあみたいな感じでみんなで酔っ払って、はいはいはい、してでふっと見たらそのちょっとした広い畳の部屋のとこで、はい、その気仙沼次郎と高道郎君が、はい、なんか二人でなんかあれしてんだよ、なんか揉めてるではないけど、まあ、まあちょっと話してそうそうそう軽い口論みたいな感じで、ね、ああで何してんのかなと思ってチラッと見せたら、はい、いきなり高道郎君が沼次郎を駆けつぎ上げて、はい、畳の上で道の子ドライバーなんで何があったの沼次郎しばらく起き上がれなくてそりゃそうですよこんなのビクビクしてで起き上がって一言高ちゃん俺のも先輩なんだぞ沼次郎さんも優しいですねそれで済ませるんだ俺のが先輩なんだぞ高ちゃんすごいな、そういう、ね、すごいエピソードだねそれは めちゃくちゃなことまだ本当数えきれないぐらいいろいろ酒にまつわるエピソードがね、いやそうですね、うん、それこそ10や20じゃ語れないですね、きっと酒に関するエピソードは、うん、なるほど、あと当時だから俺がねチームカナダっていうグループ作って、はい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 、で外人バスでずっと移動してて、うん、でやっぱりこうあの次の土地に行くのにもね、はい、あのやっぱり長いロングドライブっていう時は、はいはいはい、やっぱり外人がみんなこうバスの中で酒飲み始めるんだよ、お、うん、はいはいはい、で酒飲み始めてもうみんな酔っ払って話してて、はい、うん、でその中で
やーって飲んだら、俺も飲みながらでも寝ちゃったもんね、はい、うんって、でどっかで休憩みたいな感じでこうやってふっと見たら、はい、あの薄暗い感じで、はい、フォーレス・ボーダーっていう当時選手がいた、うん、はいはいはい、あのハルク・ホーガンでね、あのいとこみたいな感じのいたのよ、うん、でボーダーがこうやって、はいはい、補助席にこう座ってこうずーっとあのわーって座ってんだよ、はいはい、うん、でなんか薄暗いからよく分かんなかったのよ、ずーっと見たらね、はい、でそしてボーダーをよくじーっとね薄暗い中見てみたら、はい、ボーダーがここになんかねグラジエーターのメイクしたよねはいはいはい、でボーダー当時あの体毛胸毛とかねすごい濃かったんだけど、はいはい、なんか胸毛が半分だけないのよで恐るよーく見たらあれせあこいつやられたな恐ろしいいたずらくやってんな、そういうねめちゃくちゃなことはね破天荒だな破天荒、うん、であとねレザー、はい、聞いた話はレザーフェイスだとかね、はいはい、あのグラジエーターがやっぱ部屋飲みとかしてて、はいはい、うん、であれしてたら、うん、だからもう本当にやつらも部屋でこうしてなんかあ酔っ払ったらしてなんか落とそうとしたりなんかしたりとか、はい、そんなことしたりとかしながらも、はい、うん、で一回ねレザーから聞いたんだけど、はい、なんかで俺もなーで飲みすぎたやつ、はい、で朝起きたらよ気が付いたらあの靴の中にあの死んだあの鳥が入ってたんだあ誰かが持ってきて俺の靴の中に入れたんだまずどこで調達したかも気になりますよねどうやって死んだ鳥捕まえてきてんだ多分酔っ払って一回こう下降りてなんか外をなんか徘徊しながらってたまたま見つけてそれをわざわざ持ってきてレザーフェイスの靴の中に入れておいてすげえいたずらもうわーって頭抱えてもうレザーはね起きたら靴の中に死んだ鳥が入ってすげえ、そういうね、もう天候なエピソードがいっぱいあるな。うん、めちゃくちゃなことばっかやってましたからね、本当に。すごいですね、うん。小学生か。小学生でもまあしないよ。いや小学生でもしない、本当に。なかなか死んだ鳥に触ろうともならないから、うん。小学生は。ツッコミどころ多すぎるでしょ。本当でしょ。本当にすごい、はちゃめちゃエピソードがたくさんですね。あ、浦野さんもいらっしゃいました。来た、イキさんに会いに来ました。ヤスはね、いつもそうなんだ、あいつたまにうち来てもらうじゃんはい、はい、でもそうだよ、こうやってあのお疲れ様です、みんな、うん、みんなまあまあ、ほらヤスよりみんな後輩だからやっぱりみんな頭下げんじゃん、ね、はい、うん、で俺普通に、あ、ヤス来たっす。ヤスはね、もう向こうからバーッイキさんイキさんに会いに来ましたそう、挨拶代わりだからね、うん、もうちゃんと、もう教頭も裏のって言ってますね。あ拍手してる。教頭ひょっとしてこれ解禁賞じゃない？教頭は多分解禁賞じゃないですか、ね、毎回多分コメントに来てくださるんでね、素晴らしいです、ありがたいです、うん、じゃあ次の3代〇〇は、うん、リッキーさんが決めるかお客さんに決めてもらうかどうしましょう、どっちがいいですか。だよ、苦手なのあってもあれだからね、はいはいはい、うん、確かに苦手なの来られると、そう、ね、とりあえずお客さんにまず決めてもらいましょうか。そうですね、うん、了解です。じゃあ3大〇〇ババン、この中で、じゃあ今のコメントから4つ目のコメント、はい、浦野さんから4つ目のコメント、3大〇〇をお客さんに決めてもらいます。さあコメントがね流れないといつまでたっても始められない。お、はい、カレー、あのリキさんが山ほどカレー食ってるから、ね、はい、あ、お笑い芸人、ね、お笑い芸人ですね、うん、どこだ、ちょっと探しとくんでリキさんもう書いといて、書いといていいですか、はい、これ3ついっぺんに書いちゃっていい感じ、そう、1個にしましょうか、はい、はいはい、三大お笑い芸人という、これもね絞りづらいね、お笑い結構好きなんでね、うん、浦野さんが「え、何やってるの？」って、でも今初めて来たからもうお客さんに決めてもらってるのもまだちょっとわからない、うん、もう、あ、すいません、後でじゃあ YouTube の方にあげるので、うん、はい、あ、そうね、うん、あ、理解してきた、ああ、うん、じゃあ三大お笑い芸人、はい、1つ目は、まずは、はい、ツービート、はい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 、これはね、ビートたけし、ビートきよし、きよし、
ね、やっぱりね、ビートたけしさんはやっぱり天才でね、はい、はいはいはい、はい、うん、でも何やかんやってそのビートきよしさんもすごいなとやっぱ思うしね、はいはいはい、何がすごいってやっぱりたけしさんが、はい、あのきよしさんのことを言うときに、はい、常に必ず相棒って言うんですよね。おお、うん、ほう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 、いや相棒がさ、相棒がさ、はいはいはい、相棒がさ、すごい、いや相棒がよ、だその辺やっぱりすごいやっぱ絆で結ばれてるかなと思いますよね。ビートきよしさんが自分の高校の先輩です、ね、ああそうだよね、はい、新庄北高校っていう、ああそうだよね、うん、ビートきよしさんとか、うん、ケイシー高峰さんを輩出した素晴らしい、いやお笑いのお笑いのあれだね、もう発掘のすごいとこでやっぱりそうだね、古いお笑い芸人を、ケイシー高峰さんっつったらもうだって俺はもう新春スター隠し芸大会の、そうですね、あの銅像役でもうあのイメージがもう強いしね、いや、うん、素晴らしい、素晴らしい高校でもない、うん、別にお笑い芸人だけ輩出してるわけじゃないですけど、ビート教師さんはね一回あのお会いしたことがあって、はいはい、なんかどっか海かなんかどっか近くで試合してる時になんかいて、うん、でそれでちょっと話させてもらったりとかね、はいはいはい、はい、うん、であとビートたけしさんに関してはこれビートたけしさんではないんだけど、あの松村さんいるじゃないですか、はいはいはい、松村国なんだっけ国広だか国広国広ですね、あ、ね、で、あの人がやっぱ天才的にたけしさんのモノマネがうまくて、はいはい、そうですね、俺一回騙されたことあるの、お、うん、っていうのは昔FMW にいた頃にサンボアサコっていう選手がいて、はい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 、でサンボが店やってて、はいはいはい、でサンボから電話かかってきて、はいはいはい、あ、リキ選手お疲れ様です、あ、お疲れ様ですって、で今ビートたけしさんが来てるんです、お、来ませんか、はいはいはい、嘘だろみたいな、ちょっと変わりますねって、はい、でこうやって、うん、なんだかなみたいな感じでこうやって話して、はいはいはい、わあ、で俺もちょっとあれして、はい、松村さんでしょっつって、はいはい、いや偽物って言ってるよ、とどかことみたいな感じで、はいはい、やべえこれ本物だみたいな感じで、で俺でもう車飛ばして、はいはい、でじゃあ今からすぐ行くっつって、はいはいはい、バーっと行って、で行って、はい、で着いて、はい、ガラッと開けた瞬間に、はい、松村さんしかいなかったって。松村さんしかいない。やっぱりたけしさんいないじゃんみたいな。でも似てますからね、本当に。いやもう本当そっくりだった。やっぱ電話越しだとそれこそ多分分かんないですよね。うん、ああなるほど。ツービート。ツービート。あ、そっか。もうあとね、うん。はい。じゃあ二つ目をお願いします。ツービート。あ、それこそ自分らはもう生では全然見れてない、うん、世代的には。なるほど。漫才ブーム総初期というか最初の方というか。そうだよね。ですよね。ツービートが多分。はい。これも本当三台じゃ収まらないんだけど。はいはいはい、とりあえず、はい。バン。ザボンチ。はいはいはい。ザ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 ボンチ。ザ。全然言わない。師匠はね一回舞台の仕事で、はい、ご一緒させてもらったことがあって、うん、でそれ以来のお付き合いというかあれで、はい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 、でつい最近も動画が送られてきまして、ほうほう、うん、おさむ師匠から、はい、なんか要するにコロナに対する家にいてくれっていうね、はい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 、ステイホームで、その時の動画もね、なんかステイホームなんか事の重大さがあんまりよく分かってないどうだ、この人何を言いたいんだみたいなねあったんだけどね、うん、おさむ師匠はね、はいはい、はい、うん、すごいですね、いやすごい、うん、だって今おいくつですかね、それこそ60代じゃ聞かないかな、ね、もう、はい、うん、俺でもめちゃくちゃ声張るじゃないですか、張るし、まあ本当にね響くのも声も、すごいなと思いますね、うん、だってそのなんか舞台中かなんかの時に、はい、誰かがやっぱりおさむ師匠に紹介したくて、はい、あ、師匠すいません、これうちのなんとかなんとかですって、はい、でなんとかですって言って、こっちに、はい、あ、何々よろしくお願いします、はい、で普通だったらこう、あ、どうもみたいな感じでこうやって、はい、挨拶するじゃない、だけどそっちの人が挨拶終わって、はい、何々よろしくお願いしますって、はい、瞬間にいきなりこんなんです、おさまあ5分かかったね
最終的におさむちゃんですこの人すげえと思ってすごいっすね。あもうだって途中普通だったら心折れますもんね。いや折れるし、うん、途中でもういいやってなるのをそうそうそう続けれるってすごいですね。いやおさむ師匠はねもう本当にもう未だにもう尊敬しますもん。いや本当にすごいっすよね、うん、はい。じゃあ2ビートとザ・ポンチとラスト1個頑張って3台に絞るとしたらスペル合ってんのかな、はい、3台こちら。おおおイグジェット。これスペルいいんだよねこれね。スペルは合ってると思いますけどこれねやっぱり意外すぎる意外すぎる。そう2ビートとザ・ボンチ来てイグジット意外すぎるな。これはねだから幅広いからその間にこう何人もいるし、はい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 、あえて 3台と言ったらこれかなみたいな、まあ、今時のね、うんはい、やっぱプロレスもそうだし、はいはいはい、古いものばっかりにねこだわってちゃいけない。新しいものを取り入れながらそれをこう自分の中で消化するのがねやっぱりあの現代を生きていく術だと思ってますので。すごいな世代がもう、うん、EXIT はね最近やっぱりよくねテレビで見る機会あって、そうですね、はい、でチャラ男漫才だとか、はいはいはい、なんかいろいろね、うん、色々言ってね。でやっぱ見てるとやっぱし、ずっと見てると、うん、ものすごい2人真面目だなっていうのがね、うん、ああなるほど。はいはいはい、ちょっと彼らの、はい、ちょっとね商売ちょっと邪魔する形になっちゃうかもしれないですけどいや見ててねすごい思うんですよ、はい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 、この人たち絶対真面目だなと思ってね。そうですね、うん、でも言ってることはもう本当は的を得てるというかあれだし、でもこうしてね、うん、うちにもねエグジットみたいなねカジトマトってのがいますけど、ね、一人エグジットの一人それ面白いね一人エグジットカジトマトがいますね。カジトマトいますけどね、はい、いや彼らはやっぱりねすごいなと思いますよね。だからこれからまだまだどんどん伸びていくんじゃないですかね。そうですね、うん、本当にまだ言っても流行り始めぐらいだと思いますからね、うん、まだここからまだまだこれから来ると思いますよね、うん。でチャラ男で思い出したけど、はい、チャラ男って言えば、はい、俺昔天竜さんにチャラ男って言われたことある。昔天竜プロジェクトに、はい、出てる時に、はい、なんか の配信で上がってたんだけど、はい、俺が桃田さんとシングルやった試合があって、はい、でそれを天竜さんが解説するっていう感じで、はい、うん、で見ててこうして天竜さんが解説してる、はいはいはい、これね行きはね行きはねこれねこう言ってね、あれすればね、どうのこうのしてですね。でね、しばらくずっと見てて、あれしたら、テニスさんが、はい、これ、話してくれ。駅はね、こいつ、チャラ男なんですよ。天竜さんがそのチャラ男っていう言葉を知ってるってことも、そうそうそう、そこっすよね。そこっすよね。そうだ、天竜さんにチャラ男と言われた男です、私は。50超えてます。天竜さんが知ってたのが本当に、意外ですね。そうそう天竜さんはねもう本当にいろんなそれこそさっきの話じゃないけど本当にいろんなものを現代の取り入れてっていう、はい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 、うん、だからで引退試合でも、うん、岡田和親選手を選んでやったんじゃないかと思うし、うん、融合がすごかったね天竜さんはやっぱり、うん、確かにそうですね。そうだ前に WJ っていう団体がね調査とかあった時も一緒にやっぱりツアー回らせていただいたんですけど、はい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 、でその時もバスで一緒になった時に、うん、もう天竜さんがこの横でいきなり「俺キーです今日お前腰振ってウォーってやったのか」いや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 ってないです。何でやろ何でやろ腰振ってウォーってシェキナベイベーとやったのかですシェキナベイベーすいません一言も言ってません。天竜さんの中でのロックンロールイコール、はいはいはい、シェキナベイビーシェキナベイビーなんだっすね。そうそうそう今日考えきれますシェキナベイビーの考えきれますやってねえんだけどな一言もシェキナベイビーっていうのはありますね。いやすごい、うん、やっぱリキさんエピソードがやっぱ豊富っすね本当にだってもう自分聞いてるだけでいいっすもんなんで自分もお客さんっすもんね
まだまだね、もう本当氷山の一角ですからね、こんなエピソードは。話足りないかもしれないですけど、もうね、お時間が1分ちょっとになる。もうそんな時間、はい、もうほとんどリッキーさん1時間喋りっぱで、ありがとうございます、本当に。いえ、とんでもないです。自分はただ聞いてるだけみたいなもんです。これ5月5日まで続くんでしょ。5月の6日ですね。あ、5日、6日ね、はい、6日まで毎日続けようかな。多分もう1回ぐらいは、もう1回、リッキーさんに待ってくる機会があると思うのでね。ぜひぜひ、はい、あっという間の1時間でした、はいはい、あっという間の1時間、本当にね、はい、これね、途中から見られた方もね、うん、これ終わったら YouTube にアップロードするので、あ、そうですね、JW の YouTube アカウントからご視聴いただければと思います、うん、はい、はい、ということで、まあね、最初はスタートがちょっと1時間遅れてしまったんですけれども、ね、本当にお待たせいたしました、はい、申し訳ありませんでした、うん、ね、たくさんのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、明日もね、15時予定ですけど、うん、ちょっとと用事があるんで15時半になるかもしれないです、ね、うん、はい、うん、すいません、ちょっとそれは後でちゃんと告知しますので、うん、はい、それでは明日も、明日のゲストも誰になるんでしょうか、誰でしょうか、はい、うん、ということで、本日のツイキャス終わりにしたいと思います、はい、はい、本日もご視聴ありがとうございました。また明日。